その地獄と思いますけど、ただいまご紹介いただきました大阪大学の、今のご紹介では、全学 教育推進機構、共通教育を担当している部署ですけど、そこの企画開発部長、これは兼任ポストでして、あと大阪大学教育学習支援センターのセンター長で、これも兼任ポストでございまして、本務は、大阪大学サイバーメディアセンターの教授でございます。京大でいう学術総合メディアセンターと同じような部署でして、スーパーコンピューターとか学内の教育用の計算機システムの管理運営等を行っております。で、今日は実は我々教育学習支援センターも昨年の11月に国際シンポジウムを開いて、これからのジェネラルエデュケーションはどうあるべきかというようなことで、今日お話しされた飯吉先生に来ていただきまして、その時にこのお話の話がですね、降って湧いたのかな、あ違うな、その後ちょっといろいろあってその後でいただいたんですけれども、私どものところ、その時はどんな話かって分からなくて、まさか兄弟以外は私一人というのはですね、今日ではないですけどプログラムを見て初めて分かったということで、何をお話しするか と京都大学に比べて阪大はこんなに苦労してるんですという話なのか、あるいは阪大はこれぐらい頑張ってますという話か分からないんですけれども、良いコントラストになればと。で、実は大阪大学における教育学習支援、先ほど のハーバードは40年の歴史、京都大学は、20年の歴史、我々の教育学習支援センターは、2年の歴史もないです。1年と、まだ7ヶ月とか8ヶ月、2013年の6月に、教育学習支援センターを設立しまして、その時は私センター長1人だったんですけれども、順次スタッフを増やしていって、昨年の今頃からかなり本格的な活動をしています。で、狙いはですね、これは文部科学省の特別経費で、プロジェクトですけれども、教育学習支援機能、ここに書いて教育学習支援機能の組織化によって教育を高度化しようと、長い名前ですけれども、具体的にはですね、まず、上半分は教育支援機能の強化ですから、いわゆるファカルティディベロップメントを、きっちりして、そして、学生がですね、従来の日本の大学の講義はほとんどが講義による、レクチャーですね、レクチャーによる講義ですけれども、そこへアクティブラーニングとかさまざまな教授法を身につけた先生方に学生をファシリテーションしていただいて、学生が主体的な学びによって十分な学習の時間を確保するようにすると、こういうことを狙っております。で、これは主に FD 活動を通して行う、すなわち各研究科学部あるいは全学教育推進機構等の授業に対して、教員に対して FD を行うと。で、次にですね、課外における学びの支援とかキャリア開発機能の強化と呼んでいる部分がございまして、そういうような教えを受けた学生が、さまざまなアクティビティを通して、今度は自分で学びたいという動機づけをするというところです。そのために、トランスファーラブルスキルズワークショップと呼ばれるようなキャリア形成ワークショップを実施したりして、ります。で、ここでですね、この2つの機能を合わせ持つことで、成果授業での学び、大学での授業での学びと、それから、成果授業外での学びをですね、うまくつなぎ合わせて、私どもは成果と課外の学びのスパイラルと言ってますけれども、この学ぶ、それから学べた、学ぶ喜びで、学びたい動機づけ、これをぐるぐると回ってですね、ほっておいても学生がですね、主体的に、学習をしてくれるというところを目指しております。一番その日本の大学と、アメリカの大学での、学生の違いを感じると、やはり日本の大学は、非常に効率よくいかに、楽をして大学を卒業をして、職業を、良い会社に入るかと、そこを考えるわけではないかと思われるんですけれども、そうではなくて、やはり自分のキャリアを考えて何を学ぶべきかを主体的に決めて、それに従ってですね、履修行動をして学習をしていくという学生を作りたいというのが、我々の目標であります。で、こういうホームページがございまして、そこをご覧いただくといろいろな活動をしております。それを簡単に紹介しますと、まず FD 関係ですけれども、FD セミナーという、判断ももちろん FD はですね、ご承知のように、国によって大学が FD をするということが義務化されてから、全学的な FD 講演会を行っていました。それからもちろん各学部部局がそういうことをやっているわけですけど、それに加えてですね、専任のスタッフによる、アクティブラーニングとかシラバスの作成法などさまざまなトピックの
2時間程度のセミナーを年間60回程度開催しています。それからコースデザインワークショップ、授業デザインワークショップ、これはですね、このワークショップ自体はもうすでに大阪大学では10年近く実施をしておりまして、もともとはカナダのマギル大学というところの CTL、 センターフォーティーチングラーニングというところで開発したコースデザインワークショップを、そこのマギル大学出身のインストラクショナルデザイナーの方、あるいはファカルティディベロッパーの方に来ていただいて、英語でずっとかれこれ10年ぐらいやっております。もう学内でそこのワークショップの卒業生が200名ぐらいもういる状態ですけれども、これを今度の教育学習支援センターが発足してからは、まあここに書いて2日間とかですね、の合宿型とか3日間の日本語によるコースデザインワークショップを開催して、これもトータルで年間 4,5 回程度開催をしております。それからまあなかなかですね、そうは言っても大学の先生方お忙しいので、自学自習教材の e ラーニングコンテンツをですね、学内外のコンテンツを教員の 自学自習用にこう提供しています。これはあの学内で全学展開している LMS 上で教員が見ることができます。で、利用している教材はいろんなところが作って、金沢電子出版さんが作られたような授業デザインに関する映像教材とか、あるいは立命館さん大学、立命館が中心になって作られたような、私学で共有している教材、あるいは我々が独自で作った英語で授業をするための e ラーニング教材等を提供しています。最後にですね、教員向けの各種コンサルティングサービス、まあ、最終的な狙いはそれぞれの先生方と個別にですね、ニーズを聞いてサポートをするという、まあ、いわゆる欧米で CTL が普通にやっていることを日常的にできるような体制を作りたいと考えているんですけれども、まあ、それも行っております。これがまあ FD 関係の活動です。それからキャリア開発関連の活動としましては、一つがまずトランスファーラブルスキルズワークショップと呼ばれる英国のですね、エジンバラ大学で開発された、まあいわゆる大学院生向けの、まあ自分の専門以外のまあ研究に必要なスキル、そういったものを、まあ、学ぶワークショップがあるんですけれども、これを日本向けにアレンジして、本学の大学院生向けに、まあ、年数回開催するということをしています。それから、あと未来の教員養成プログラム、これもあのこれはもう京大さんがもうだいぶ歴史をお持ちなんですけれども、いわゆるフューチャーファカルティープログラムと呼ばれているものですが、授業のデザインから基礎、評価法、グループワーク、こういったものをですね、将来大学の教員になりたいという大学院生向けに、今年度は2単位の講義を提供しています。これはあの、大阪大学が、まあ、始めたですね、高度、知のジムナスティック科目、あるいは、学際融合科目と呼ばれている科目で、研究科をまたがってですね、全学的に履修できる科目が、まあ、制度的に出来上がっています。それを使いまして、まあ、文学研究科の大学院生から工学研究科の大学院生まで、さまざまな学生、1クラス15人ぐらいのクラスを前期後期2クラス合計30名ぐらいの学生に対して提供しました。東大さんもこれやられてるんですけど、まだちょっと阪大ではですね、受講者数は東大に比べると、かなり少ない、状況ですね。5分の1ぐらいになってます。それからこれは来年度からはですね、364時間8単位の体系的なですね、大学院高度副プログラムと呼ばれる、これもあの先ほど言いました研究科横断をしてですね、履修できる、一つのプログラムとして開講予定でして、まあ、教育実習的な科目とか研究者倫理とかプロジェクトマネジメントについてのですね、科目もですね加えていく予定でございます。それから、さらに、キャリア形成支援科目、教育科目、これはあのどうしてもですね、文部科学省の言うキャリア形成支援というのは日本では就職ガイダンスみたいな形になっていて、今頃ですね、もう4月からいろいろ始まりますから、3月ぐらいになるとそういうのでいろんなセミナーが開かれるんですけど、我々はそれのもう少し前の段階、すなわち大学に入った時にこの4年間で何を学んで将来自分がどうなるかと、そういうことを選択する時にどういうことを知っておくべきかという科目をですね、新しく作りまして、まあ、本年度の昨年の2セメスターですね、10月からの学期で開講をいたしました。あと、大阪大学にはキャンパスライフ支援センターというのがありまして、これがあの、就職活動を支援してまして、CDA キャリアディベロップメントアドバイザーという、方が、常駐していて、学生に対しての、まあ、サポートを行っているんですけど、そことの連携も行っております。
で、これはフューチャーファカルティープログラムの、ポスターですね、今年度の分で、まあ、そのちょっと授業の様子とかがですね、ビデオで出てきますので、これはちょっとご覧ください。これはあの1期生の人たちが、自習している様子をこうビデオにまとめてもらったので、これを使って2期生というか昨年の2学期の、学生募集に使ったんですけれども、まあ、あの授業自体が講義ではなくて、こういったグループワークを主体とした、まあ、アクティブラーニングによる、もので、最初がシラバスだったんです。で、これはシラバスを作成するための、コンセプトマップを、実習して作るということをやってます。まあ、グラフィックシラバスとも呼ぶんですけど、それから、教えることがシラバスで固まると、今度は教育技法ですよね。教授法をいろいろ学ぶということを指示して、まあ、それぞれの教授法のですね、メリットでどう組み合わせればいいかというのを、いろいろ学生もディスカッションしながら解説する。で、これができると実際にじゃあ学習目標に到達するかどう評価するかというところを、学びます。で、一通りそういうことが、学ぶというか、まあ、ルーブリックの作り方とかもこう学ぶ。で、それができると、それに基づいて模擬授業をしています。で、自分の、まあ、それぞれの研究科から来ている大学に来ているから自分の専門を、まあ、5分とか10分にまとめて他の受講生に説明します。これがまた非常にいい経験になりまして、まあ、全体としてアクティブラーニング型の、授業で、授業デザインについての、まあ、一通りを学ぶというようなことです。で、まあ、これぐらいにしておきますけども、こういうようなことを行っています。あ、それからこれは、あとですね、そうですね、ここですね。それからその他ですね、あの我々のセンターでも先ほど美濃先生が言われたような、いろいろなですね ICT を利用した授業支援システムをサイバーメディアセンターと協力して運用しています。で、これちょっとあらかじめのスライドにはないものですけれども、一つはこの ICT 支援型の共同学習環境、いわゆる、まあ普通の講義からグループ学習まで簡単に、まあレイアウトチェンジができるような、教室、それから授業の中でですね、モバイルデバイスを使ってクリッカーのようなレスポンスが集められるシステム、これはウェブベースのもので、学生が持っているスマートフォンでも、を使ってでも、レスポンスが集められます。こういったシステムとか、講義の映像を、自動的に集約する、ような、収録して、でその後ポストプロを自動で行って、ポストプロダクションを自動的に行って、学生が LMS 上からその、授業内容を、数時間後には見るということができるシステムを導入しています。これは昨年導入しまして、1学期は試行的に基本的に12教室に導入した、全ての教室でこれを動かしますと、だいたい4000コマ分ぐらいのですね、ビデオが出来上がったんですけれども、これをどう使うかは、まあ、決まってないと、やっぱりデフォルトで取りますというといろいろ議論が、まあ、いろんなリクエストが来ますので、2学期からは、リクエストペースで収録するようにしています。で、まあ、以上がですね、教育学習支援センターの開発でございます。で、あとちょっと、まあ、大阪大学も MOOC はどうなっているかというところを、実は昨年の3月に EDX に加入をして、今最初の MOOC 教材を開発をしているところです。で、大阪大学としてはやはりこの MOOC を、まあ、頑張って作るという意向、まあ願いはですね、一つはやはり大阪大学の教育あるいは研究をベースとした教材を使ってですね、世界中に発信することで、まあ、より良い学生の獲得につなげるとか、あるいは、まあ、世界ですね、日本のトップ大学の一つとして世界レベルの社会貢献につなげたいとか、あるいは、そういうコンテンツ、そうは言ってもですね、非常にコストがかかります。ですからこのコンテンツをきっちり作ることによって学内の教育にも使おうということで、反転授業とか多人数向け講義における学習効果の向上 の、まあの目安に、まあ、ベンチマークに使うとか、そういうことを考えています。で、それからもう一つはこのチャンスを利用して学内でコンテンツを作成する体制を整備しましょうということです。これは、ですね、今まで大阪大学では学内において、こういう教育教材をですね、教員を支援してきちんと作るセクションがありませんでした。ですからこれを教育学習支援センター内に立ち上げて、まあ、これからの教材の作り方についてのノウハウを学内に蓄積をしていこうという狙いがございます。そうですね。で、それを教育学習支援センターに作ることによって、先ほどの教育学習支援センターが持つ教員支援あるいはファカルティディベロップメント機能と合わせて作っていこうという狙いがあります。
で、まあ、現状は、本年4月から順次配信するコースを準備中でして、最初の講義科目はイミュンシステムニューディベロップメントインリサーチという、免疫学フロンティア研究センターの、コンテンツでして、プロモーションっていうか、まあ、紹介ビデオが今出てきて、教材のコピーライトクリアンスが終わって、今一生懸命ビデオを撮ろうとしているところ。でまあ、ちょっと教材と違うのは、これ今回はオムニバスになっているので、最初のパート1は4週間で6人ぐらい先生がいたんです。でこれ教材を作るときに後になって気がついたんですけど、先生が6人いらっしゃると6回同じ説明をしないとですね、大変ですね。我々の手間が大変だと思うので、In part 1, five professors will give lectures on immunology with a focus。パート1では5名の教授が免疫学についてレクチャーをいたします。のものを実際発生をしています。まもなく多分エデックス上からなんですが、まあ、こういうものを作って、で実際どういうふうに、まあ作成支援をしているかということですけれども、教育学習支援センター内の教材作成、ユニットというのがですね、これを作りまして、コースデザイン、ビデオ撮影、テスト作成、英文構成、著作権処理等を実施をします。で、もちろんその学内の先生方が自分でそういうことをされてもいいわけですけれども、あと、ですね、もう一つはEDEX が先ほどオープンソースであるというのが、ルー先生から話がありましたけれども、我々の学内に、オープンソースの EDEX ステリオを、走らせて、そこでこう、EDEX にコースを提供しない先生方でも自由に、試しに使ってみれるという環境を、整備しています。これ下のところはもうでこれ、阪大は3つのキャンパスがあって、先生方それぞれ別々の場所にいるので、これは簡易の可搬型の、まあ、収録、環境を作っていました。もう全部これ持ち運びできるような簡単なクロマキースクリーンとかカメラとかビデオ合成装置を使って、まあ、ここにちょっと見えにくいですけど、クロマキーあるのか次、こんな感じですね。ここにカメラがあって、で、まあ、実際にはこのプロンプターがあって、撮ってる画面はこんなことになると。ですから、ポスプロなしで、パワーポイントと、講師が映っている映像を1回で撮ろうというようなことを目指しています。これちょっと余分なアニメがついてますね。こういう具合でした。で、MOOC をですね、MOOC は先ほどの話で、これから、実際の MOOC の本質はオンラインラーニングだということをルー先生はおっしゃってましたけれども、どうしても学内で日本の大学ではですね、なかなかその、教員の関心も薄いし、なかなか広がりにくいと。でそのために、組織主導型で、MOOC を阪大とか京大はやってるわけですけど、一方では、教員が主導となって、MOOC のようなオンラインラーニングの、教材を作ろうという、この両方がこう初めて動いてきて初めて、良いものができるのではないかと思います。で、大学主導トップダウンというとどういうことかというと、大学がこう MOOC を提供しようということを決めて、そのための予算措置をすると。でそれはどういう意味があるかというと、日本の大学として発信する価値のある講義をやはり発信したい。だからアジアのような、文化的背景、要するに教育コンテンツは同じでも、文化の背景とか、あるいは、社会環境が違うと中身は変えなければいけないということで、飯吉先生がおっしゃったような TU デリフトの、オープン構成というMOOCもオープンなんですけど、実は世界各地でいろいろな、国の状況にアダプションされて利用されるようなことが始まっています。で、そういうことをしていくためにはですね、大学としてもそういうMOOCとかオープンエデュケーションの運動を積極的に支援してくれるといいなというふうに考えています。一方ボトムアップの展開としては、まず、教員はいきなり MOOC はできないとしても、我々も全学展開している LMS 上に教員が教材を上げるときに、例えばクリエイティブコモンズライセンスのもの、あるいは独自の、要するにライセンスが必要なような教材を常に上げるような、習慣を身につけていく。でそのためにで、そういうことをすることによってですね、あるいは他のクリエイティブコモンズライセンスの教材をですね、自分の講義の中で取り入れて再利用していくような、そういう動きがあるのではないかと。それからあとコピーライトに関しての教員を支援する組織を用意する、あるいは教員に対しての引き継ぎの FD を行う、でそういうことも考えられています。
であと、まあ半大も先ほど言ったような講義映像収録装置を入れてそれを活用すると同時にアーカイブをしてそこを後でその一部のセグメントが後で使えるとかそういったこともできるのではないかと。で、まあこうしていろいろやっていくと、まあ、MOOC はどうなるかですけどもここはもう多分ルー先生が言われたのであんまり言うことはないと思いますけれども MOOC そのものというよりはやはりその、モジュール化されたオンラインラーニングのための教材を種々蓄積していくことによって、まあ、将来ですねそれを再利用したりモジュール構成して学生が自分の学びたいものを学ぶという環境ができると思います。であと美濃先生が言われたようにそういう国家が得られるデータをいかに解析して、改善にするかとでそのためには得られた知見の、まあ、一つはオープンシェアリングが必要だろうとそれから、教育ビッグデータを個人情報が漏洩することなく利用するための仕組みが必要でさまざまな情報交換の場があってしかもこれは情報通信技術だけじゃなくていわゆる教育学とか教育工学とかさまざまな分野を超えた人の H を、まあ、集結する必要があるということ、まあ、当たり前のことですけどそれを言いまして私のお話でした。どうもありがとうございました。